それでは交響組曲アキラからまず1曲目羽田をお聴きください。
このアキラという作品の中で主人公になる健康優良不良少年団リーダーの羽田少年たちのことを歌った作品です。お話の中ではこの羽田少年たちのグループと敵対するグループクラウンというグループが出てきます。一昔前の暴走族のような人たちなんですが、このクラウンというグループと羽田少年たちのグループが高速をバイクで疾走しながら争うという場面があります。次の曲はその場面で使われている曲クラウンとの戦いをお聴きいただきます。苦しげな息遣いという合唱ではおよそ考えられないような発声法でクラウンたちのグループを表現します。一方金田のグループはジェゴクのこのテーマミュージックで演奏します。曲の中でもクラウンたちのグループと金田たちのグループが交渉している様子が表現されている曲です。今日は公開リハーサルをさせていただいています。今機材のチェックなどもしながら進めています。機材のチェックが済みましたらば演奏に移ろうと思います。次のクラウンとの戦いをお聞きいただいた後で皆さんにジェゴグを弾いていただくという手ほどきをします。皆さんにジェゴグを弾いていただくコーナー次の曲の後で行いますので、やってみたいという楽器をどうぞ次の曲の間にも見定めて弾き定めておいていただければと思います。前の方にある楽器は軽やかな音色の楽器、演奏も手に持った竹製のバチ、木で作ったマレットで、竹を叩いて演奏します。軽やかな演奏法、そして軽やかな音色の楽器です。お腹にズンズンと響いてくるような超重低音を出しているのは後ろに並んだ楽器です。一番大きな楽器、皆さんから見て正面にある大きな仮面の飾りのついている楽器がこの楽器群ジェゴグという名前の楽器群なんですが、その楽器群の中でもジェゴグという名前の楽器です。この楽器が超重低音を紡ぎ出しています。それでは公開リハーサル、ジェゴグと人間の声、そして電子楽器を使った演奏、クラウンとの戦いをお聞きいただきます。ではどうぞ。
お子さんでも弾くことはできます。とっても珍しい楽器です。ご自分で演奏してみて竹の響きどうぞ感じてみてください。やってみたい楽器のところにいらしていただきたいと思います。前の方の軽やかな